こんにちはシュです今回はウィスポーツやっていこうかなと思いますいや皆さん2019年になったね <laughs> いや開けたね四月ね昨日2019年12月31日何してたかっていうと正直特になんもやってなかったかななんか親戚で集まってなんか喋ったり食べたりしてたテレビとかもねなんかずっとつけっぱなしになってたんだけど「紅白」かな うお今よく撮ったねファインプレジャー2020年ファインプレジャー MVP でテレビのね「紅白」とかなんかつけっぱなしになってたんだけどなんか自分の見たいとこだけ軽く見てて全部全部ちゃんと見たわけじゃないんだよね私録画してるからね後で見ようかなっていう感じみんな何見たんだろうやっぱガキツカかなでもねなんか Twitter で見たらガキツカ面白かったみたいな意見あったけどね面白かったのかなもう何年も見てないただ私ね昨日 正直そんなね見たい番組がなかったいやこの人ねこのこいつ今日の趣味みじピチカイチだったねちょっと待って年末だから声出ねえわ来ましたみゆちゃんみんな大好きみゆちゃんいやこれとりあえず行って欲しいね私年末年末は勝ちたいオッケーよさのつなんかねあんまり見たいいやーお前テレビこにやろ見たい番組がねそんななくて今日見たいね今日はね今これリアルで動画撮ってる時間に私も見たいテレビがやってんだよね何やってるおいテレビこにや また相手の守備がすごいわ。みたいのがあって、格付けっていう番組やってんだよね。知ってます皆さん、格付けっていう。どういう番組かっていうと、高い方と安い方当てるんだよね。例えば、高いワイン、100万円のワインと1万円のワインみたいな、値段は忘れたよ。それ高い方と安い方で、でその値段を知らないで飲んで、どっちが高い方でしょうかみたいな当てる番組があるんだけど、私、それ結構好きだね。なんで、その、 大晦日よりは、そういう方が、いや、いいね。私の守備も光ってるね。今回、守備対決だね。守備の穴が出た方が、このゲーム負けるみたいな、そんな感じ。で、私、あれも好きだったね。トンネルズのスポーツ王みたいな。あれ、確かね、1月4日とかかな毎年。3日4日ぐらい。いや私、2020年。抱負。かわいい。 さあこの守備を聖母マリアに打ってほしいね聖母マリアすげえ腹黒そうな顔してたけど OK ナイス2020年抱負がないんだけどまあ後々考えていこうかな夏ぐらいになんか今年こうしようみたいなまあ冬とかになるかもしれないけど今年こうしたいなみたいなそういう意見が出てくるかもしれない別に今決めることじゃないもんねうわやばいわ久しぶりにウィースポーツでこっちみんな久しぶりにウィースポーツやった時めちゃめちゃこっちみんな難しいわ全集中 落ちて <laughs> でもそこあいついるそこだもんねいやこいつは安定感すごいいや今では撮って当然みたいなとこもあったけどこいつは北エレン・イェーガーのお母さんヘレン・イェーガー私「進撃の巨人」読みたいんだよね今年進撃読もうかな私去年ね漫画読みたいって言って結構漫画読んだんだよいや例えば「鬼滅の刃」とか「五等分の早めとか「七つの大罪とかあとなんか読んだな「約束のネバーランド」とかいやみんな守備がうますぎる いやー、抜けるねこれは抜けるいやー、守備今のは落ちてもおかしくないみんな年物だから気合入ってんだ、スティーブあれかな、サングラスで、あの、日光を遮ってんのかなあれさ、でも見づらくないの来た正月ね、何もやってないって言ったけど、ビンゴやったね、ビンゴはやったビンゴやって、やべえやべえ <laughs> <laughs> やべやべここでツーベースやばいこの守備に私1点取れるに来ないビンゴやって、ね、でも持ち食ってないねうわー来たね えっと、どうすっかなインコースで行くわ、インコース。インゼメの衆。うめ、流し打ち。流し打ちだやべえ。やべえ、さすがにその知っていない今めちゃめちゃ綺麗だって、ね、美しい、ビューティフルショートで、私ね、昨日ツイートしたのが、あの、なんかね、年末、年越しそばよりうどん、うどんが食べたいみたいなこと言ったんだよね。なんかそんなこと言ってた気がするんだけど、うどんね、私、うどんの方が蕎麦好きなんだけど、 なんか、年越しうどんもあるよみたいなリプでもらったんだけど、ほんとかな私麺類だとうどんが好きかな別にそばもね、好きなんだけど、まあ、どっちかっていうと、うどん、やばって、この1点はでかすぎるな。重すぎる1点だな。ちなみにね、これは私、2020年の1月1日に撮ってるからね、多分今日動画出してる人って、去年、取りダメしてたのを多分出してんだけど、まあ別に、それでもいいと思うんだけど、やよしよしさすがいるのお母さん いやリアルナウで撮ってるいや格付け見るわこの動画撮り合ったら結構長いよね番組なのでちょっと集中するわ全集中やべえやべえやべえみんなあと2人あと2人待て主人公になるわ主人公になるちょっと BGM お願いしますしし来てる来てるこの流れ来てるこの流れ来てるマジであの 逆転のやつで、あの、ルーキーズみたいな。いきます、私。この流れに乗りをーーやべ。やべえやべえやべえやばすぎるだめ、ちょ待って、ツアートちょ無言でやるわ。マジガチでやるわ。 なんとか逆転い,いやでもこれ多分1点差だときついんだよねもう5点リアルに欲しいいやでもよく打ったときいや早いわシュートいやでも楽しいよね w ィ s スポーツって割と神ゲーだと思うごくまれにね週の動画見て w ィ s スポーツ買いましたみたいなんだけど w ィ s スポーツ面白いよねただねこれね何が面白いかっていうと人とやるのが面白いんだよねただ今 w ィ s スポーツやってる人って多分日本で <laughs> そんなにいないと思うんだよね2020年1月1日にウィースポーツやってる人って多分なかなかいないと思うんだけど 一つやるのが楽しいんだよね。行きます。インストレート。さあさあ、うちの守備で、この、聖母マリア。いいね。さあ、エミリー。エミリーは、トスト。みんな、あと二人、あと二人抑えれば負けない。行きます。負けない。いけいや、変化球行こうか。新年初変化球。私、今、ストレートしか投げないもんで、ね。カーブかフォーク。ークオッケー。もう一回今の球行こうか。 <笑><笑>どうしようフォークに使うかフォークいきます。はい。こいつらフォーク普通に、いや、今エラーしたね。今みんなスローでどうぞ。ほい。<laughs> <laughs> 今エラーしたね。でも結果オッケーだから結果オッケー、攻めないよ。私ちょっとしか攻めない。 しゃああと一人、あと一人で負けない。さあ、サブロー。サブローは、インコース、ストレート。やめてスリーベースやべえツーベースせめてツーベースまあまあいやでもツーベースも良くないんだよなやべえ新年早々は引き分けたい気持ちがいっぱい私。手をか、打ってんな、手をだけに。いけ よし今はい,いいでしょそうそう悪くないでしょ引き分けは。いや、下がりすぎじゃないマイナス57って。いや、下がるのはいいけど、もうちょっと抑えてほしいよね。マイナス10ぐらいで止めてほしい。よし、終わるか。